どうやら目が覚めたようですね。ここがどこなのかわかりますか？覚えていますか？私が誰か。どうやら何も覚えていないようですね。私はクロ。このフリップスパイダー城の城主です。可愛い弟たちと共に仲良くこの城で暮らしています。現在、この城の塔には9人の魔女が住み着いています。小悪の魔女デボラ、勇気の魔女レブ、死神の魔女ゼン、サキュバスのリーゼ、暗がりの魔女ローザ、見習い魔女クレア、吸血の魔女ベラドーン、奇術の魔女トリック、マダム・ベルナデット。魔女たちに城の塔を魔化ししているんです。しかし、非常に許しがたいことに、彼女らは弟たちをさらい、部屋に連れ込んでしょっちゅういたずらをするのです。今日も寝ている間に何人か連れて行かれてしまいました。こうしている今も、弟たちの体にいたずらされていると思って、気が気でないのです。かといって、住人たちとはあまり揉めたくありません。彼女らの家賃がないと、弟たちを養っていくことができませんから。そこで、下僕には弟たちを連れ戻してきてもらいます。下僕。おい、下僕。そうです。お前のことですよ、下僕。今日からあなたは、私の下僕です。覚えておいてください、下僕。何ですか、その目は。またされたいんですか？お仕置き。たくせ。プライドだけは高いですね。相変わらず。お仕置きです。さっきも言いましたが、下僕にはこれから魔女たちにさらわれた弟たちを救出しに行ってもらいます。仕事に取り掛かる前に、念のため一つ注意しておきます。魔女たちに決して精液を与えないようにしてください。魔女は人間の精液を飲むことによって魔力が増大し、より強力になります。彼女たちが手がつけられないくらい強力になると、この城のパワーバランスも崩れてしまうのです。そうなったら、私の城主という立場も危うくなります。下僕は当然、お払い箱です。だから、何度も言いますが、魔女たちに精液を奪われることだけは、
避けてください。魔女たちはあの手この手で下僕を誘惑してくるでしょうね。決して誘いに乗ってはいけませんよ。何か用ですか？私の目的は、ここでただ可愛い弟たちと一緒に暮らすこと。悪い魔女たちから、彼らを守りたいだけです。彼らは、魔女たちにさらわれて魔女国に連れてこられた、かわいそうな人間の子供たちです。身寄りのない彼らを、私はこの城で保護しているんです。それは、たまたまです。ここはフリップスパイダー城で、私はこの城の城主です。さあ、前の持ち主がデザインしたものなので、詳しいことはわかりません。まあ、便利な形ですよね。いいでしょう。私も礼儀知らずな下僕を少々痛めつけたいと思っていたところです。負けたら屈辱的な罰ゲームがあることを忘れないでくださいね。さあ、始めましょうか。で、さっさと終わらせましょう。私も暇じゃないので。